小野とゆうやのほのぼの夕焼けラジオ番外編です。小野です。ゆうやです。本編は毎週土曜日に配信していますが、こちらは毎週水曜日に配信しています。ゆうたんさ、最近暑いでしょ。暑いね。なんか季節が一気に進んじゃったような感じ、うん、もう夏なんじゃないかなって思っちゃいますよね、うん。まあ、もはやもう夏よね。30度超える日も出てきたりして ね、いい季節大好きですよ夏は私、うん。ということで、うん、とっておきの怖い話持ってきました。イエーイ。夏といえば、うん、怪談ですか。はい、怖い話しましょう。みんな大丈夫ですか？怖い話大丈夫でしょう。怖い話苦手だよっていう方はね、今日はちょっとここでやめておいた方がいいかもしれない。いや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 、あの怖い話苦手な方でも、うん、ついつい聞きたくなってしまう怖い話、私お話しさせていただきましょう。ちょっと最近暑いので、はい、いいですか、お願いして、行きましょう。ゆうたん覚悟して、はい。小野の怖い話。つい先日なんですが、あの私あの ZIP の中継させていただいて、朝の全国のね情報番組 ZIP、まあ、4時起きぐらいですよ。で、まあ、稲葉城町でジップ中継をして帰ってきて、9時くらいかな、10時くらいだ、10時くらい、午前10時くらいに会社に戻ってきました。あー疲れたなと思って、とりあえずトイレ行こう。トイレ全然行けてなかったんでね、トイレに行って、あ、普通にあの用を足しましてそしてあの、ま、トイレ終わって便座の蓋をね閉めて出ようとしたら、なんととんでもないことが起きました。すっごく怖かったの。蓋をね閉めようとした瞬間に急に現れてきた身に覚えのないものが、いきなり私にめがけて出てきたの。ウォシュレット。え？ウォシュレットがいきなり出てきて、便座閉めようと思ったら、私めがけて水プシャー、シャワーのごとく、私びしょびしょよ、服床も水たまり、わけがわからないでしょ。押してないの私、ウォシュレット。わけわかんねえ。怖いでしょ。押してないのに、うん、ウォシュレットが出てきて私めがけて攻撃してきたん、水で。私出てきたウォシュレット見てさ、ビーって、え、押しましたって思ったよ。私あなたのこと押しましたかって。そしたら無視、無視して、もう鉄砲のごとくブシャーって。あ、それで体がびしょびしょになって涼しいねっていう話？違うよ、今世紀一番の怖い話してるの。怖いね。でさ、うん、私朝早かったから、はい、あの寝ぼけてたのかなとも思ったわけ、うん。でもよ、いくらなんでも私寝ぼけてウォシュレット押しませんって、はい。でトイレ出て、うん、あの周りに数人手洗ってる人とかいたから、うん、すいません、私押してもないウォシュレットに攻撃されました、身に覚えがないんですけどどうしたらいいですかって言ったら、あーって、ついにあなたの番になったのねって。あなたの番です。私の番何って、これ、うん、攻撃される人とされない人がいるの知ってましたかって。
怖くない？選ばれちゃったんだ。選ばれたの、ついに私が。うわ怖いでしょ。怖え。ウォシュレットに選ばれる日があなたの日周りにも来るかもしれません。夏だね。でね、うん、業者呼ぼう。そう、それでどういうことって聞いたら、うん、隣の人がウォシュレットを使った時にセンサーが反応して隣のトイレのウォシュレットもこう出てきちゃうんだって。共鳴してんだ。でなんか一回怖えな、うちの会社ですぐに工事して修理したらしいんだけど、うん、また戻っちゃったらしいのね。ああ、また共鳴し始めたんだ、うん、そう。そんな会社ある？繋がってんだな。宇宙テレやばいと思うよ。うちはね、よくトイレ詰まる詰まる、まあ、詰まる、確かに詰まるんだけど、うん、ウォシュレットは考えられなくない？隣の人がさ、個室だよ。だって個室、うん、ウォシュレットをしてさ、隣の人がピーってなればいいけどさ、私のとこに来るんだよ。その時お尻出してればよかったんだけどね。そうなんだよ、そこがね問題だったの、うん、今回の。私お尻出してれば、おーなんだサービスかって思うでしょ。なのに、うん、もう立ってるからね私、もう服もそのスカート履いてるからさ、うん、そこにさウォシュレット攻撃よ。え、これ何の話でした？え、だから暑い日に怖い話しましょうって、うん、怖かったでしょ。いや怖いけどさ、うん、怖い話するって言ってこの話するあなたが怖いわ。いや、ここ最近の一番怖い話だった。あー、すっきりしたよ。トイレ行ったからな。出た出た、よかったよかったよ。でゆうたんは怖い話ないの？あ、ここから、うん、いや、あるよ。あるの？ある。じゃあゆうたんの怖い話っつって、うん、っ思い出すのもね、はい、はばかられるんだけど、ゆうたんの怖い話。中学校の時に合宿で静岡県に行ったんですよね。で、海沿いの本当昔からある民宿に泊まったんですよ。で、まあ港近くあって、まあ、海鮮とかが有名なんだよね。だから俺らも練習午前中やってお昼に海鮮お刺身とかいただいて、でまた午後練習するみたいな生活をしてて、本当いい街だな、のどかで。で、夜寝てて結構海風が涼しいんだよね、夏なんだけど。すっごい冷たい空気がスッてこう窓の隙間から入ってきたのよ。で、夜なんか知んないけど目覚めちゃって、一人でみんな寝てるんだけど俺だけ目覚めちゃって、でその涼しい風に乗ってちょっとね、嗅いだことがないような異臭がしたの。なんか腐ったような生臭いような香りがね、スーって香ってきて、冷たい風とともに。でもそれ気になっちゃってなかなか眠れなかった。でだんだん風が強くなってきたのよ。もうどん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 風が強くなってきて、そしたら襖の奥でバタ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 ってなんか何かが羽ばたくような音がしてたの、うん、窓の奥でバタ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 ってで、ふわって風強くなってきて、もうすごい匂いもだんだん強くなってきて、生臭い匂いが、これえ何かもしかしたら死んでるかもしれないと思って、うん、鳥とかがね死んでんのかなと思って、超ビビりながら夜中2時ぐらいに襖ガラガラって開けて、で窓があったからその窓もガラガラって開けたのね、うん、そしたら100枚ぐらいのスルメがめっちゃ干してあった。風でスルメがパタ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 って言ってて、隙間からスルメのあの香りがふわーって部屋に入ってきてて、港町だからね。いわきでもあるよそういう光景。っていう怖い話。なるほど、うん、あ震えたよね。さあ皆さんいかがでしたでしょうか、私たちの怖い話。ね、ちょっと暑い日でもねこの話思い出してひんやりとしていただければと思います。ウォシュレットの話とスルメの話でした、はい、ということで以上です。はい、
噛めば噛むほど味が出るお話をお伝えしました。さて、番組では皆様からのメールを受け付けております。番外編のトークテーマやラジオのダメ出し、コーナーのアイディアなど何でも送ってきてください。コーナーへの投稿はメールの件名にコーナー名をご明記ください。メールの宛先はすべて小文字で podcast@fct.jp 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 です。そして番組のホームページの応募フォームからもメッセージを受け付けています。概要欄の URL からチェックをしてみてください。番組の感想もお待ちしています。投稿はすべてひらがなでハッシュタグおゆらじでお願いします。番組公式ツイッターのフォローもお願いします。そして皆様、本格的な夏になったら怖い話とかも紹介したいと思っておりますので、皆さんの経験したこんな感じの怖い話も送ってきてください。それでは皆さん、さようなら。ヒュードロ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 、スルメバタ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 、ウォシュレットシャー、プシュー。